都内でフリーランス美容師をしています山崎です。よろしくお願いします。仙台のリアンでやってます畠山です。大阪、シャルデッサの黒木です。どうぞよろしくお願いします。大阪の心斎橋ドールヘアの南圭太です。よろしくお願いします。名古屋のインビテーションというサロンで美容師してます、三好です。神戸グリークの大城俊也です。よろしくお願いします。埼玉パティナで美容師してます江村陳です。よろしくお願いします。こうしましょうか、あ、それいい、それいい、もう、はい、5番です。5番ね。美容業界でやってはいけないこと。俺行きますか。はい、ブリーチヘアに3熱じゃないですか。やっぱりサステナビリティのない仕事はしない。うん、本当同意見ですね。本当3熱トリートメントの全てが明らかになってないのに、まあ、流行りとか。まあ、こう時間の生産性はまあまあ良かったりするんですけど、全てが分かってなくて責任取れないことなのに流行らせてしまって、それに乗っかっちゃうことがあんま良くないなっていうふうには僕は思いますね。なんか昔だったら知りもしなかったからやりもしなかったし、そういう変な事故とかも起きにくかったかもしれないけど、情報が溢れてるからこそ起きないはずの事故が起きているっていうところで、やっぱりその本質を伝えるために僕たちアベンジャーズはちょっとまとめに入る。僕たちはワンカップストレート、何も知らない頃はね、とりあえずもう宿毛矯正ってスーパーハードの薬しかないと思ってたんで、ね、昔ってそうでしたよね、なんか時間差時間差っていうのが昔は多くて、今は言い訳もそういうのになって、まあ、安全安全っていうのは確かに。だけどさ、PH10 のパーマ液とかさ、もうブリーチとか入ってる毛先に塗るのマジで怖いですよね。うん、もうずっと瞬間流してとかってアシスタントに言うみたいな。つけていたんだからすぐ流すみたいな。一番いいね。ずっと瞬間流すみたいな。うわ、シャンプー代回ってる。経営者的にサロンでやってはいけないって思うこと、なんかスタッフとかにもそうだし。なんか例えば、まあ、挨拶ができないスタッフがいて、まあ、それを許すのすごく簡単じゃないですか。今ってこう怒るので結構こう否定されることが結構多いんで、今の時代は怒ったらダメとか、なんかそういうのを鵜呑みにせずに、やっぱりこうお店のスタッフとかこう教育の立場からすると、まあ、ダメなことをやっぱりこうしっかりと怒っていく教育っていうのは、まあ、僕の中ではずっと意識してます。最近怒ったことなんですか？最近でもあんま怒らないです。どういうことやねん。まあ挨拶できないとか、なんかまあ施術の妥協を感じる時とか、なんかこうね、離職はどうのこうのってあるから、触らぬ神にたたりなしじゃないけど、なんかこうそっとしておくことが丸みたいな風潮はなんかあるけど、まあ、結果お客さんが悲しい思いして、最終的にみんなが悲しい思いするから、やっぱその場で起きたことはその場で、まあ、注意したり、僕らの仕事って確かにこう後世に伝えていったり残していかなきゃいけないことだし、やりたいと思う人たちをすごく増やさなきゃいけないのもこれから課題だと思うんですけど、叱らないこと、怒らないこと、ダメだよって伝えないのがそういう風にはなっていかないだろうなと。僕らがあの先人から頂いている技術とか知識をこれからもっと誇りを持って伝えていくためには、まあ、教育の在り方っていうのを、まあ、自分たちが率先してそういうのを伝えていかなきゃいけないかなと。だから、まあ、やってはいけないことってなると、なんか相手の気持ちを重んじすぎて自分たちが本当に伝えなきゃいけないことをしないっていうのをやってはいけない。今の美容業界って結構変動が激しいじゃないですか。それこそ業務委託サロンが出て、シェアサロンとか出たり、あの、まあ、それこそオンラインサロンが増えたり、結構クローズになってきたり、こういろんな変動が激しいので、まあ、お客様ではないんですけど、現状に満足するっていうのが割とこうやっちゃダメなのかな。過去の影響に変わる、これ次回も含めてなんですけど、やっぱ時代が変化して進化していくので、僕らもこう常日頃やっぱ進化していかないと衰退していくんですよね、相対的に。だから止まると、まあ、人生下りエスカレーターってよく言うんですけど、止まると下がっていくだけなんで、そこはこう情報感度を常に尖らして上がっていかないとダメなのかなとは。どう、その情報をそのクローズにしようってする人たちが昔って多かったでしょ、うん、だどこどこのサロンの情報が得たければ、まあ、本を買うか
セミナー受けに行くしかなくって、うん、で今って SNS がこんだけ広がったから情報を出しやすくなって、で情報をフリーに出しなさいよって言ったわけでもなくって、うん、出すだけの恩恵って受けるわけでしょ、うん、じゃあインスタのフォローが増えます、オンラインセミナーが作れます、例えばもしくは、セミナーをじゃあ組みましょう、じゃあ、業界紙に何か情報出します、そこからバック来ますよとか、その人のお客、そのサロンにお客さんがいっぱい来ますとか、例えば技術をちゃんとある程度のマネタイズしてでフェアに扱っていくっていうのかな、うん、この情報は何々さんがいただいた情報ですっていう出し方ができること、例えば、うん、なんかそういうのはすごいいいのかなって、なんかよくあるのは誰々さんが上げてたインスタグラムを画像ごと引っ張ってきて自分のインスタグラムで上げちゃう人とかっていうのが普通にいるから、人の写真とかを自分のものにしちゃうような人、これやっちゃいけないことじゃないですかね多分、うん、ね、自分たちで自分たちの業界をしょうもなくしちゃってとかある、うんうん、やっぱその後ね最終的には本質に変わるんですかね、住吉さんね、ですね、まとめねえの締めにコメント入ってくる、あ、4番、黒木さんがカットされてる、バッて価値を生み出すためにやっていること、まあでもその新しい価値ってこう誰目線の価値かっていう話にもなったりするので、まあ僕目線のその価値っていうところで言うとやっぱり市場価値かなと思ってるんですよ。その一人のこう単体としての市場からどれだけ評価されるかっていうところがすごく重要で、まあそれを結局高めていけばその自分のこうやりたいことにつながったり、例えば収入が増えたり休みが増えたり自由に選べると思うんですね、市場価値が高ければ。だから、そこを、生み出していきたいなと思って個人的には動いてるんですけど、まあ、実際にその生み出すためにやっていることでいうと、まあ、サロンワーク以外の、まあ、事業構築だったり、まあ、いろんなこうステークホルダーというか関係者の中でこう新しいあのモデルを作っていくっていうのを今やってますね。なんか珍しく、ちょっと難しい話でしたね。まあ僕もなんか、まあ、人がやってることは絶対に僕はしないっていうのがあって、まあ、僕らの時代とかだったら本当にまあ MD がすごい流行った時代なんですけど、まあ、その時って MD すごい価値があったんですけど、じゃあ今の時っても価値全くないじゃないですか。何笑ってるんですか。まあ、新しい価値っていうよりかはなんかこう10年前までは本当にだから有名な美容師さんの、有名な美容室で働いてる人にしか、まあ、雑誌に出れなかったりとか、まあ、有名にならなかったりとか、ある程度こう敷かれたレールが結構必要だったのかなと思うんですけど、まあ、SNS から、まあ、自分が今の自分がいるかなと思うので、まあ、努力をすれば、まあ、いろんな形でこう、まあ、いろんな結果に変えれる時代が来たかなと思うので、閉鎖的にならなくて、まあ、しっかりと、まあ、自分が努力をして、まあ、新しいことをしたりとか、まあ、そうすると本当になんかどん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 新しい価値ができてくるのかなと思うので、自分のソシアさんとねあ、そうっす、インスタでつながって、でそこから本当にチャリティーイベント、あ、そうですね、コロナでなって3月にチャリティーイベントをしますみたいな、無料でインスタライブで皆さんに発信しますってなった時に、自分なんかその時インスタのフォロワーなんか多分1800人ぐらいいなかったぐらいしかいなかったんですけど、ちょっとしかいなかったんですね。そう、誰がちょっとよ。それ以下の人間がいるから。そうか、3人ぐらいでしたね。俺は実質のフォロワーは2人ぐらいでしたけど、それがあって、けどその時のインスタライブも1280人ぐらい見てもらって、見ましたもんね。うん、っていう風な、なんかこう、それってけど新しいじゃないですか、なんかこう。でもそれはなんか新しい、自分が新しいと思ってても意外と新しくないことってすごい多いなと思ってて、なんかこうけどそれに気づくのっていろんな人と会っていろんな人と話して、こういうことやりたいんです、こういうふうにしていたらどうですかねって聞いた時に、意外とこうけどそれってこういうふうにやってる人いるよねとか、なんか自分の中ではフリーランスで200万売り上げてったらなんか結構すごいんじゃないかなと思ったけど、意外ともう300万400万やってる人とかもいるしっていうふうに、なんかこう胃の中の蛙的な感覚になっちゃうから、だとしたらちゃんと人に会って情報をなんかこうやり取りしていく方がいいのかなと思うんで、自分はそれをすごい大事にしてるかなと思います。発信力っていうのはすごい大事になると思ってて、まあ、僕だったら美容師向けでカット理論を発信してっていう感じですけど、じゃあ例えばショートが得意な美容師さんだったらショートにしたい人に向けてそれを発信しなきゃいけないし、バレイヤージュが得意な方だったらバレイヤージュとかしたいっていう人に届けなきゃいけないし、こうなんか自分はどういう美容師で
自分がどういうふうにしてで、どういう人に向けてやめちゃーすちょっと畠山さんまとめてもらっていいですか。そうですね、とにかく自分の実力を僕はもっと高めたいっていうのが一番ですかね。その新しい価値を自分が生み出せてるかって言われたら、まだ生み出すために頑張ってる最中で、で新しい価値を生み出すためには発信力も当然大事だし、どんな人とつながってどういう、発信の仕方をしていくかもすごく大切だなと思ってるんですけど、本当の意味でめちゃめちゃ大事なのはやっぱその人の実力が最後は僕はすごく大事かなと思ってて、言い方が悪いですけど、なんか表面的に上手い人ってたくさんいるなってやっぱり思ってて。誰ですか表面的に上手い人はまあ確かに今こう売れたりするのかなっていういろんな意味でですけど、でももっともっと本当の意味で新しい価値を作り出そうと思ったら、その中でさらに実力が本当にないと最後はやっぱ本物しか残らないかなと僕は思っているので、自分自身の、まあ、実力をやっぱり高めておくっていうことと、あとやっぱり仲間ですね、こう本当の実力を持った仲間たちを増やしていくっていうところに尽力して、本物の実力を持った人たちがたくさんいると、まあなんかちょっとした変な横波とかにもやられないのかなと思ったりするので、まあ、美容師としての本質をとても大切にしてて、新しい価値を作り出すためにとにかく、実力、まあ、技術とか知識とかそこをどれだけこうこれからの世の中に残していける本物として高められるかっていうのを自分自身は日々精進しているっていうような感じです。グローバルで考えたらその客単価3万4万ってのはどっちかったら、まあ、普通というかベーシック で例えば月に20日間働いたら4000万とかでしょ。じゃあ美容師だけで年商6億とか普通に多分作れる時代来るし、だからそういうモデルが海外にあるのに日本にまだないんで、それはなんか日本でやる人が出てこないといけないなと思うんで、そういうことを最初にしたいなって。これはとりあえず客単価10万の店をこの春に出すんですけど、なんかそういう事例を作りたいなって思ってます。なんか新しいことってこうメーカーとかリーダーが普段今までやってきたと思うんですけど、これから先ってもう美容師が作るべきだと思うんですよ。まあ本来メーカーさんも例えば美容師さんに何を作ったらいいですかって聞いてたし、でこういうものがあるから使ってください、どうやって使っていいかそして教えてくださいって言ってたものやと思うんですけど、なんかもうちょっと進化してこれを作ったら絶対売れると思うからメーカーさんに作ってくださいよっていう時代にも今なってると思うんですよ。でこれは僕たちが使いたいもの、これを使ったらきっとお客さんもっと権利できる、じゃあ作ってくださいよっていうプレゼンをして作ってもらえるようになってきたなって思ってます。まあ多分ケンゴもね、そうやってケンゴマドラーってあるんですけどね、ありがとうございます、が本当に秀逸で、すごいアイデアだなって。僕らがやってるのってその今までのいわゆる憧れの美容師像とは違った憧れのポジションにこう行きたいみたいなところが結構あると思うんですよ。もともと別にすごい有名店出身でもないし、もう何千万売り上げたとかっていう記録もまあなかったりするんですけど、でもそれでも個々で活動していて、まあ、これだけ認知されてっていうところが本当に新しい価値だなと思ってて、でそうなると若い子の選択肢として、まあ、昔はこうブランドサロン一択だったりこう経営者だったりしたのが憧れとして、またそれに、プラスでこう新しい価値が一つ加わった感じがするんで、そういったものはすごく開拓していきたいなと思ってますね。でそのためにやるべきことで言うと、やっぱりさっきも言ってたようにこうプレイヤーと経営者の間のことだったりこう授業だったりもこうやりながらやっていくと、美容師になる前の人たちがこう子供がこうプロ野球選手に憧れを抱くように、もっと若い人たちが美容師ってすごいなかっこいいなっていうようなこう業界になればっていうのは、本当に心の底から思ってます。なんかさ、ほら野球選手だったら億稼げる人っていっぱいいてるけどさ、はい、美容師で億稼げるって少ないから、はい、そういう人が増えるようにしたいよね。
なんか美容師になりたかったけど、でも給料安いからならなかったんですよっていう人結構いるんですよ。だそれがすごいショックやなと思って、なんか美容師イコールはめちゃめちゃいい仕事ですねって言われるような職業にするに今だから思うんですよ。そこ上げだと思うんですよ、うん、じゃあ美容師になってすぐの子たちに給料300万払えるのかっていう、じゃあ払えないと払えるようにしようねって、で例えば2番手3番手があの売り上げ上がらないですよ、じゃあ1番手どんだけ上げてんのっていう、1番手がクソ稼いだら最終的に2番手3番手流れていくし、そうやって多分育っていくと思うんで、1番手の人は2番手3番手に集客かかるほど稼いでないから、そんな次元でなんか下の子たちは稼がないんだよねって言ってるやつはって感じですね。その美容師の価値が全然こう高くない、その水準がやっぱ低くなってるから、それ自体を上げられるようななんかことをしていくこと自体が本当に新しい価値になるんじゃないかなっていうし、美容師の価値観自体を周りの社会的な目から見ても高い地位に持ってこれるのかなとは思うんですよね。なるほどね。こういうのやってもね、リアクションがいるでしょ。1って何かの1って聞いたらもうドーンって書いたらよかったんだよ。2って言ってから書くもんだって。で俺らもおーみたいな。これ難しいじゃん。今の美容業界ってやばいと思って、この美容業界って美容師じゃない、結構僕がオーナーだったらなんでやねんと思うと思うんですよ、その子に対して。でも、それはなんでやねんって。でも仕組み上どうしようもできないじゃないですか、本人が辞めたいって言ったら。